静岡県は本当に静岡県の大会を、まあ、勝ち抜くのが大変と言われている中で、やっぱそこでこう優勝して、まあ、選手権に出れたということはすごい良かったなと思います。まあ、サッカーチームスポーツなので自分一人じゃこう何もできないというところで、本当に仲間たちの支えがあっての本当にサッカーだと思うので、まあ、そういうところはすごく感じるものがありました。高校3年生の場合は本当に最後の大会になりますし、思い切って全力で頑張ってほしいなと思います。まあ、でも厳しい、もう走りのメニューだったりとか、まあ、一日一日のもう取り組み方がもう本当に全力だったんで、体力的にも精神的にもきつかったなっていう思い出があります。もうお客さんの数とかも体験したことないような数だったんで、わあすげえなっていう思いが強かったですね。まあ、でもきつい時も楽しい時も嬉しい時もやっぱ共有できた仲間たちなんで、やっぱ特別な思いがあります。選手権の舞台に立ちたいっていう思いはどの高校も持ってると思うんですけど、その目標を叶えるためにチームメイト全員で努力したのが思い出だなっていうふうに思います。一つでも多く勝って注目されていい大会にしてほしいというふうに思います。